稲城市、稲城市は、東京都の多摩地域南部にある人口約9万人の、市、日本住宅公団、現、独立行政法人都市再生機構による1970年代以降の、多摩ニュータウン建設や、京王相模原線及および、小田多摩線の沿線開発に伴い、多摩川流域の既存住宅地と合わせた人口が、急増した。古くから、梨や、ぶどうの産地である。 サッカー J リーグ、東京ベルギーのホームタウンでもある。東京都心から西南に、約2 5キロメートル、玉川右岸に位置し、市内大丸にて取水した、大丸用水が頭部を潤し、東西方向に三沢川が横断する。玉丘陵の北東部に位置し、現在は多くが住宅地となっているが、古くから八つ地形を生かした農業が営まれており、森林も、 比較的多く残っている。地域は、まがの形をしており、読売ランド内の一部が飛び地となっている。大まかに分けると、玉丘陵と玉川周辺の中石地の二つとなり、玉周辺の中石地、平地が北部を、玉丘陵が南部を形成する。また玉川支流の三沢川が、玉丘陵部を北西と南西に分ける形で流れる。玉川沿いには、 JR 線の矢野口、稲城長沼、南多摩の三つの駅、三沢川沿いには、京王相模原線の京王読みりランド、稲城の二つの駅がある。三沢川にほぼ並行して建設された鶴川街道を北上すると、稲城大橋があり、中央道に続く、この稲城大橋が多摩南部とのパイプ的役割を果たしている。稲城には、 坂浜や平尾の丘陵地や大地に関東ローム層が堆積しており、その中の立川ロームという層位から14カ所の旧石器時代遺跡が発見されている。玉川と玉丘陵、南山と呼ばれるに挟まれた地域、南部線や川崎街道、南玉尾根幹線、鶴川街道、京王相模原線が横断し、市の中心部を形成する。もともとは、 玉川の氾濫源であり、平坦な地形である。南山の際には、川崎市浅尾区黒川を水源とする三沢川が流れている。古代から稲作が行われてきた地域で、江戸期には大丸用水が開作されている。大丸から玉市連行寺に通じる斜面では、奈良時代、武蔵国分寺に使用する瓦を焼いており、釜跡が発掘されている、大丸遺跡。 鶴川街道の拡張など、急速に宅地開発が進んでいるが、広々とした敷地に、古角のある土蔵が建っている古くからの農家もまだまだ残っている。市内の玉丘陵は、南山と呼ばれ、新宿から三十分という近さにもかかわらずたぬき、大鷹など豊かな自然が残る、大規模な里山として知られているが、その東側は現在、区画整理組合方式による、 宅地開発が行われている。ただし、これに反対する意見も根強い。多摩ニュータウンの東端となる地域である。紅葉台は最も早く開発された地域で、駅からの距離は若干遠いものの、中央図書館、私立病院、中央公園などの主要インフラが隣接している。長峰は紅葉台と若葉台の間の地域である。若葉台は、 近年急速に開発が進んだ地域で大型マンションやショッピングセンターが次々に建設されている。若葉台は稲城市の中でも独特の土地で黒川春日屋や魂ひじりヶ丘、長山など市街との結びつきが強い。坂浜は三沢川沿いの境外な地域であるが、比較的古くから人間が住んだ地域であり、郷土資料館にはこの地域の江戸時代の様子を 復元した大型の立体模型が展示されている。三沢川に流れ込む支流が形成した数多くの宿で農業が営まれているが、若葉台側の宿は急速な宅地化が進んでいる。南側の斜面には駒沢女子台がある。平尾は坂浜から南に交渉寺坂、天神坂を越えた地域で川崎市浅尾区、特に新百合ヶ丘との結びつきが強い。なお平尾には都内で 唯一の十三塚が残っている。現在稲城市がある地域は、比較的古くから人間が住んだ土地であり、旧石器時代の遺跡も多数確認されている。それらの多くは、数点の石器が出土しただけの小規模な遺跡で、約2万年前から1万3000年前のものと考えられている。出土した遺物のほとんど全てが戦闘機、再石器、ナイフ型石器などの石器である。 当時の人々はこれらの石器を使い、大津の家、野牛、ナウマンゾウなどの大型銃を追って、給料の中を移動しながら、狩猟活動を中心とした生活をしていたと考えられる。市内最大の縄文遺跡は、多摩ニュータウンナンバー471、473遺跡、現在の稲城第4公園付近で、縄文中期の住居跡が数十箇所発見されている。しかし、 縄文後期に入ると、気候の寒冷化や富士山の噴火による荒廃によって、地域は縄文人の生活に適さない地域になったと考えられており、この時期以降の遺跡の数は激減している。弥生時代の遺跡は少なく、集落遺跡は平尾台原遺跡のみである。この遺跡では、弥生時代中期と後期、そして後期末から古墳時代前期にかけて3度にわたり、 集落が作られ、住居あと22件、法茎集公墓5期が発見された。この地に最初に米作りを伝えた弥生時代人は、平尾台原の地を拠点として、集落を作り、活動していたとみられる。奈良時代には、現在の中央図書館の東側、日帰り温泉施設がある一帯に窯が築かれ、津駅や武蔵国府、武蔵国分寺の河原を焼いていたことが分かっている。 多摩ニュータウンナンバー513遺跡、通称大丸遺跡。また市内には、式内古社あるいは、式内古社論社が3つ存在しており、青い神社、大間止めの豆の天神社及びアナザ天神社、古墳時代以降に再びこの地域に一定規模の州が存在したことを伺わせる。平安末期には、現在の地域は、小沢郷に含まれ、 武蔵七島の内秩父島に属する小山田氏の支配となった。小山田氏は、玉川の対岸にあった関巻の小山田巻が、私有化された小山田荘を所有した豪族でるが、後に稲毛氏と名乗り、鎌倉幕府の有力御家人となる。稲毛氏は、鎌倉時代も引き続き武蔵国小沢豪、現在の大丸から矢野口を所有した。しかし北条時政が、執権の時、 稲毛重成、小沢重政の父子は畠山茂忠と共に滅ぼされている。その後、小沢号は茂成の妻が北条政子の妹だった縁で北条氏の支配下に入ったと考えられている。またこの頃、大丸の鎌市には鳥で大丸城が築かれていた。14世紀には現在の坂浜地区に高章寺が創建されているが、この寺に所蔵されている聖観論像、 元は、同じ坂浜の妙福廃寺のものは12世紀半ばの政策と推定されている。また、東長沼の上落寺は、次限では、行記の回帰とされているが、少なくとも、本尊の阿弥陀如来像は12世紀前半まで、遡るものと考えられている。南北長期には、地域も、足利高氏と足利忠義の戦闘の舞台となり、 穴沢天神社の南にある小沢城が、高内側の舞台によって焼き払われている。この時期の小沢号は、摂津親衆を当主とする、摂津氏が所有していたが、親衆の孫の三つ近は、小沢号を京都の南禅寺に寄進してしまう。その後の小沢号の消息は、文献上はしばらくたどれない。次に、小沢号が、文献に登場するのは、戦国時代である。 小沢城は、世田谷城などとともに、後北条氏の支配下にあり、1530年には、上杉とも大きな部隊に攻め落とされるなど、最前線の軍事拠点となっていたことがわかる。後北条氏の家臣団で、小沢城を与えられていたのは、柿和氏である。北条氏テルが、八王子城で戦死者と北条氏が滅亡すると、氏テに従っていた地域の武士たちは機能したり、あるいは、 徳川家に仕えて、旗本となったと考えられている。例えば、坂浜に在住した富永家は後北上氏に、仕えた後、徳川家の旗本になったとされている。江戸期には、大丸村、長沼村、押立村、矢野口村、百村、坂浜村、平尾村の六つの村落が点在していたことが、1845年に制作された、長二間川総賀戸などから確認できる。 これらの村は現在では稲城市域六家村と呼ばれている。ただし、この時代までは稲城という地名も存在せず、また現在の稲城市域に地域としての一体性も存在していなかった。なお、それぞれの村の支配体制であるが、大丸と長沼は旗本の朝倉市、百村は同じく坪内市、矢野口は加藤市と中根市が支配した後、 18世紀の半ばに幕府直轄領となる。平尾も18世紀半ばまで黒沢市で、その後は幕府直轄領。坂浜は天野市。ただし神殿はすべて幕府直轄領だった。この地域が地域としての一体性を持ったのは稲城村の成立をもって講師とする。稲城という地名も稲城村の成立時に考案されたものである。その由来は、 はっきりしない。最も有力な説によれば、稲城村の母体となった、東長沼江後家村連合の古長であり、後に、初代の村長となった森聖之助が、域内で、私塾、慶義塾を主催していた漢学者、全領に諮問した結果であるという。この地域が中世に稲毛氏の所領だったことや、かつては良質の米を産したこと、域内に、 いくつもの山城跡が存在することなどから、稲毛に通じる名前として、稲毛が考案されたのではないかと推測されている。もともと稲毛は、多摩ニュータウン計画の範囲外であり、1956年施行の首都圏整備法では、稲毛村域は、グリーンベルトとして、農村を残す予定だった。しかし稲毛村議会は、開発から取り残されることを懸念して、 全会一致でこの構想への反対を決議。1965年の同法改正でグリーンベルト構想は撤回され、稲城村域もも摩ニュータウン計画に組み込まれたという経緯はある。1971年に建設大臣の事業承認が降りたものの、稲城市域のの摩ニュータウン開発は、用地買収の南航とニュータウン区域の雨水排水問題のために一致として進捗しなくなる。 前者は、用地転売駅を狙った民間企業が土地を買いあさろうとしたために、地域の地価が釣り上がったという権威がある。後者は、ニュータウン区域の雨水を三沢川に排出する場合には、三沢川の大規模をが必須となるものの、三沢川は、上流域と下流域が神奈川県川崎市であり、川崎市が三沢川回収費用負担を拒否したこと、 三沢川周辺は宅地化が進んでおり、立ちのき費用が巨額に上ることから、事業費用が膨らむことが問題となった。結局、雨水排水の問題は、三沢川中流域からトンネルを掘削して多摩川に、直接、ニュータウン区域の雨水を落とす、三沢川分水路のアイデアが生まれるまで、解決不能の難題となった。なお三沢川分水路は1986年に、 完成しており、紅葉台地区は1987年に分譲開始となる。先行する多摩市域に大幅に遅れて開発が進んだことで、稲城市域の多摩ニュータウン開発は、多摩市域の先行事例の教訓を活かすことが可能になった。具体的には1977年に開始された多摩ニュータウン環境計画による先行事例の課題調査の結果を踏まえ、 以下のような特徴を持つ地区としてデザインされた。2005年に夜間人口、居住者は76,394人である。市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は58,913人。昼は夜の0.771倍で、間に比べて昼の人口は16,000人強ほど減る。 この昼間人口、夜間人口比0.771は、東京特殊部では、狛石に次いで、低い数字である。稲城市が、オフィスや工場、学校が少なく住宅の多い都市であることが、推察される。通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者26,528人、市外から市内へ入る通勤者は11,046人と、 通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、学生でも市内から市外に出る通学生は4063人市外から市内へ入る通学生は2064人と学生でも昼は市外へ流出する人数の方が多い。なお、国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人をおり、この校の中夜間人口に関しては、 年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に若干の誤差は生じる。稲城市では住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されていない。多摩ニュータウン地区などの一部の区域では町会町名地盤整理が実施されている。2012年4月1日現在、市の職員数は813人。多摩市ともに南多摩選挙区に属する。 定数は二人。近年選出の議員は以下の通り。当市は稲城市消防本部を持っている。東京都の本市以外の市町村は都の消防組織である東京消防庁へ消防業務を委託しているため、東京都内では当所部を除き唯一の市町村消防組織となっている。大丸の玉川沿いに処理施設、クリーンセンター、玉川がある。この施設は 多摩地域の多市と構成する多摩川衛生組合が運営している。組合は長らく稲城市、多摩市、狛江市の3市で構成されていたが、1990年代に多摩市が脱退、府中市と国立市が加入し、現在は4市で構成されている。最終処分場として日の出町の2つ,つか廃棄物広域処分場を利用している。この施設は、 多摩地域の多くの市で構成される東京多摩広域資源循環組合が運営している2004年10月よりゴミ収集が有料となった黄色の袋が燃えるゴミピンクのゴミ袋が燃えないゴミ元々農業を中心とした地域であるかつては市名にもなったように水稲栽培が盛んだったが現在は水田の大半が宅地化されている現在の農業の中心は 野菜類や梨、どうなどの果物類である。特に梨は玉川梨として名産地の一つである。氏名を冠した品種、稲城はほとんどが直売で販売されているため市場に出回らない。南玉駅周辺には工場、倉庫が集中している。市南東部の丘陵には読売ランドや読売カントリークラブ等があり、レジャーゾーンとなっている。特に ゴルフコースは多く、地域に占めるゴルフコースの割合は、日本一である。すべて私立、並行した、都立校、中央図書館、城山公園内のほか、第1図書館、第2図書館、第3図書館、第4図書館、アイプラザ図書館の5つの分室がある。また、配本書が、坂浜コミュニティ防災センターと稲城市立病院の2カ所、ある。中央図書館には、 体験学習館が併設されている。図書館は、京王線沿線七市、稲城市、八王子市、府中市、調布市、町田市、日野市、多摩市及び、川崎市の在住者が、相互に利用が可能である。京王相模原線の若葉台駅、川崎市麻生区黒川は、若葉台地区の中心街に隣接する市境にあり、同地区からの利用が多くなっている。 また、小田急多摩線の春、日谷駅、川崎市朝奥区春、日谷も稲城市、多摩市との境に近接しており、若葉大地区生誕から近い。市の南部、平尾地区は、川崎市朝奥区の小田急小田原線新百合ヶ丘駅、小田急多摩線、栗平駅が近く、後日のアイバスも、栗平駅前まで出ている。後日の稲城大橋の無料開放以降、存在しない。また、 中央自動車道に稲城インターチェンジが存在するが、対岸の府中市に位置する。稲城大橋がかつては有料道路であったが、2010年4月より無料開放された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。